こんにちは。ちょっと待ってね。あ、その星は皆さん投げる方は各色10ずつお願いします。スピオですよ皆さん。15時の配信でございます。15時の配信はこれもリクエストで結構多かったメイドさんにしました。なんかここのフリフリが出てない、フリ出てなかった、よいしょ、メイドさんにしました。いかがでしょうか。ちょっとシェアするね、ツイッターにもシェアするね。よいしょじゃあ、オッケー。マツピアです。皆さん星は、各色5色ずつ投げてください。ですね、5色あると思うんですけど、星がそれを10ずつまず投げてから普通に投げてください。あとカウントをねしてください。カウントっていうのはこっちのみんなが、私のファンの皆さんがやってくれているような感じで、1って打って送信して、2って打って送信してっていう感じで、ちょっとそう大変なんですけど、50回これを繰り返してください。よろしくお願いします。そうなの、メイドさん初心者イベントぶり、そうなの、それぶりのメイドさんです。初心者イベントの時に来たメイドさんなんですけど、作ってもらったメイドさんの衣装で、これそうめっちゃ可愛いんですよ。私のサイズにぴったりで作ってもらってるのです。ひなちゃん専用メイドさんです。これはひなさんがツイッターにチェーン載せてくれてすごく助かりました。はい、ぜひじゃあ私のイベントも助けていただいて。可愛い歯をもらった、嬉しい、やったね。あ、そうなの、リボン名前入りなんだけどね、あのね、ちょっとあのね、大切にしすぎて、そうちょっとね、普通のリボンつけてみました。そう、あのリボンはちょっと大切なリボンなので、はい。あきさん、レインボーさん、ありがとう。キャキャーン、西井さん、ありがとう。フリフリー。読んでないのあったら言ってください。読んでるかな、大丈夫かな。ありがとう。ホテルの坂道グループ、これギガイさん、レブリット、ありがとう。なんだかにゃ。よいしょ、次の配信がね、こっちにあるんですけど。19時35分から16時45分の、カウント枠になるんですけど、これは。その時は猫耳メイドに変わるので、今は普通メイドさんです。これもね作ってもらったんですけど、ハートがいっぱい書いてあるんですよ。なんかフリフリのところが実はハートになってるんです。ちょっとわかるか。めっちゃ可愛い、ハオです。ポットさん、ありがとう。ポンタヒラキちゃん、ありがとう、ありがとう。よいしょ、うん、星集めてくれ、いってらっしゃい。やちゃん、こんにちは。こんにちは。ナンバーワンメイドさん、ナンバーワンメイドさんっぽい、嬉しい。
この店のナンバーワンですナンバーワンの人はナンバーワンですって言わないのかな。飯食ったって言って、飯ご飯いただきました。はい、大丈夫ですよ。何着ても可愛いは揺るがないって、あら嬉しい、ありがとう。待ってるはず全部投げる、ありがとう。皆さん星投げね、カウントよろしくお願いします。今8位になんとなれまして、もうここからがまた勝負どころなので、ぜひぜひ皆さん、もう目指すは絶対に5位以内なので、よろしくお願いします。1枠1枠を大切にねしたいのでね。台湾の誤差、船ありがとう。あ、船タワーか、ありがとう、ありがタワーです。ママピオが配信を見てるかも。さっき LINE 送ったんだけど、見てるはず。でも見てないと怖いから、スクショしておく怖いからね。まだまだ上を目指そうね、一緒に叶えましょう夢を。仕事って言ったら8になってるやん。そうなの、仕事使えそう。ぜひ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 応援よろしくお願いいたします。うん、じゃあ車検さんもおつぴよです、応援よろしくお願いしますね。衣装はね、専用メイドさん衣装なので、どうしようかな、45分だから30分ぐらいで見せたらいいかな。よいしょ、30分になったらあのスーパーメイドタイムに入れますので、よろしくお願いします。あ、そうだ、 SMS 認証してない方は必ず SMS 認証してください。SMS 認証は、自分の電話番号をこのショールームさんに登録するっていうのなんですけど、マイページからできるので、ちょっとでもしてないかもって思った人はぜひぜひ確認してしてください。うん、あー、つぴよ初見さんもよかったら応援よろしくお願いしますダメだ、照れる照れる、ダメだ、メイドモードに入ろう。メイドモードに入って配信しちゃいます。できてますか、できてますか。みんなのことをさ、確認する方法ってどうやったら確認できるか。ああー、できてますよ。あ、確認できるんじゃこれ。スーパーメイドタイムスーパーメイドタイム楽しみに。はーい、つーさんレイムスターありがとう、キャッキャー。センタラさんありがとう、スケさんにゃありがとう。アイコンタップさできるんだね。カウントどこまでしたかわからなくなった困った。もうだいたい覚えてるところからやったら、ここは必ずしたみたいなところからやったらいいんかな。そう、みんな聞くようになるから注意してな。わかった。本当にできてるか不安な人だけよろしくね。でも自分でタップしても表示されるんかな、これって。どうなんじゃろ。え、それはみんなちょっと自分のあのコメントしたやつとか、なんて壇上におる自分タップしてみて。どう、自分で見れる自分で見れるんじゃ、よかった。じゃあ大丈夫か。試しに見つからのタップしたら確認できた。あー、よかった。じゃあ皆さんね、自己確認ねできるみたいなのでね、自己確認のやり方もわからなかったら聞いてくださいじゃあできるんだね、よかったな。こんに
にちは間に合ったよって、あらありがとう、来てくれて嬉しいよ、はい、よろしくお願いしますね。あ、でもみんなできてるね、ちゃんと。偉いね、自分のそうアバタータップで確認できるんですけど、みんなできてて偉い。あ、本当だ、15時半になったので、じゃあ私のメイドスーパータイムに入ろうと思います。ちょっとママピオさん読もうかな、これ。ママピオさん、配信を見ているママピオさんママピオさん、ちょっと助けに来てくれますか、ちょっとママピオさん、はい、中継つながるかな、これ中継つながるかな、マンピョさん、そう、ちょっと呼び出しをかけておきますので、つながれたらいいな。そう、ちょっとね、電波がね、あるかな、うん、天才のお持ちでございます面白い、よかった。あ、中継つながったようなので、ちょっと行ってきたいと思います。よいしょ、はっ、大丈夫よビビリ散らかしとるこれちょっと一回持って、あ、ちょっとやって、はい、ちょっと上にやって、この辺かな、ちょっと斜めになって、よいしょ、はい、わ映ってる、でもいい感じに、じゃーん、メイドさんでーすわーい、どうでしょうか、かわいいでしょう、じゃ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 ーん、メイドさんになりまーす。このね、衣装を、ね、作っていただいてるので、そう、めっちゃ可愛いです。ちゃんと、なのでしっかりしております。キラキラ、そう、もうちょっとこう、前かがみ、こう、しょ、はい、足元はちゃんと今年タオル履き替えました、今回も。じゃじゃーん、このね、メイドさんって感じの絶対領域白靴下マンです。じゃじゃーん、はーい、こんな感じでーす。スーパーメイドタイム、ひなちゃんですあ、かわいい、あ、嬉しい、うん、そうなの、これ神ですの、でしょ、かわいいでしょ、めっちゃキルキルいいでしょー、ちょっとね、映ったかな、皆さんに。めっちゃベッド、はい、ありがとう、はい、スーパーメイドタイムでした、ありがとうございました。堪能できましたか、うん、かわいい、キャワー強い、かわいい、かわいすぎる、ありがとうはい、こんな感じでした、ちょっと近くで見たらね、こんな感じでした、はい、ではちょっと戻りたいと思います、よいしょ、はい、マンピオさんとね中継がつながってよかったですね、よいしょ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 すいません、あのなんか見られてもいいところっていうのが、ベッドってなってあのベッドの上に立ってしまって本当に申し訳ございませんでした、はい、普段は立ちません、ごめんなさい。あ、みつさん、おはありがとう、ホテルの坂市グループイコールキレイさんもおはありがとう、うん、セトロンさんおはありがとう、出たかな、つされます、ありがとう、キャキャン、やったかな、大丈夫か、大丈夫かな、きっと大丈夫、よし、
ででした。いかがでしたでしょうか。お、うん、ああよかった。うん、皆さんすごくスタイルいいですね。ほんまにありがとうございます。でもあの写真集の時の方はあのスタイルがいいので、ぜひぜひ写真集を見てください。突然の写真集宣伝。あ、でも今はイベントにね、ちょっと皆さんご参加いただきたいのでね。そうですよ、うん、よろしくお願いします。ソウルメイトさん年末ありがとう。2週間投稿料ありがとう。2週間料皆さんありがとうね。あと10分で差し入れ頑張ってください。うん、カント完了ありがとう。恋の天才、あら。みんなが喜んでくれるならよかったでございます。いやー、あ、いやー、さばきさんとありがとうです。船ありがとう。うんうん、お、確かにもえもえキュンやろうって。マイマイキュンやろうじゃん。マイマイキュン。こんな感じでいいのかしら。成人夢いきます。成人夢待ってます。あだまだまだまってね、また来ました。ありがとう、頑張ります。メドさんって何のセリフ言う気あと。すぐ働けそう。でもね、あのそう、このメイドさん、そうひなちょっと働いてみたい職業ランキング結構上の方です。はい。あきさんかわいい。ありがとう。お久しぶりありがとう。メイドさん一緒に席立ってください。あ、いいんですよ。じゃあこっちに、あ、じゃあこっちに移る感じにしますか。ちょっとせっかくなんで行きます。あ、ポーズ何がいいですか。ポーズぜひぜひ言ってください。何でもいいですよ。うん、あの今ならあのどれだけ接触しても OK なんで。何がいいですかね、ポーズは。あ、片思いポーズで。わかりました。あれ流行ってますよね、こうやってこういうポーズ流行ってますよね。じゃあ私がグーってやるんで、はい、こしょ。ありがとう。そう、今イベントでね、5位以内に入れるように頑張ってるから、絶対5位以内に入れるように応援してほしい。うん、ありがとうね。うん、またチキ会いに来てね、待ってるよ。うん、バイバーイ。どうなると思うんでしょう。うん。隠れて働いてる。隠れて働いてないわ。うん、そう、握手会のプロ。まあ握手会のプロではありますので、はい。うん、逆に本業みたいな感じでできるかもしれませんね、あのメイドさんに限っては。うん、意外とすぐ慣れるかもしれない。採用していただけますか、ご主人様。ってみんな受けるのかな、試験って言うんだろうか、なんて言うんだろうか、あれはバイト合格するやつ、あれなんて言うの、面接か。即採用、やった。即戦力。即採用と即戦力があって、ラップみたい。即採用、即戦力って感じ。そう、平和な面接、確かに。ご指名料どれくらいかかりますか。あ、そうですね、ちょっと
そうだな、ちょっと結構いろんなところでオムライスにハート書いてるんで、ちょっと高いかもしれないです。はい、でも絶対にご主人様を笑顔にさせます。小枝谷さん、ありがとう。二つありがとう。フリフリあ、星さんシュートカウントが締めるよ。確かにちょっと今だと星さんシュートカウントが締めるになってて、これできたらもういっぱいよしよしって感じの対応するので、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、でも SMS 認証してないとこれ対応できなくなっちゃうので、絶対 SMS 認証してください。次の時間はなんか今猫イベントやってて、黒猫ちゃんになるみたいなので、猫好きだなみたいな方とかぜひ来てください。しかも10分しか見れないので、もうそうすぐ猫イベント終わっちゃうので、もういっぱい応援してくださいそうよろしくね。あ、可愛すぎて星集め忘れてたダメ、対応できなくなっちゃうから、個別で後でちょっとアフタートークできなくなっちゃうから、アフタートークしたかったら星さんシュートカウントよろしくお願いします。あ、猫大好き、あい、本当に、じゃあ次絶対来てね、約束だよあ、つられそうになってます。え、他の子じゃなくてひなにだよね。他の子だったら絶対ダメだよ、ひなだけだよチュール用意して待ってる。あ、本当に、じゃあ甘えに行くねこれが沼かここが沼だよ。アセトロさん、ありがとう強すぎる、何でもコメントしたら何でも甘々対応できるよ。私結構甘々対応のプロだと思っております。私あ、やばい、43分になってるはい、じゃあちょっと次の部ではまた猫ちゃんメイドに帰ってくるのでランキング見ます。13位、通算ひなたんしか、ありがとう。12位、みつさん、みつさんのことが好きな層。11位、すけさん、すけさんのことが好きな層。10位、あきさん、あきさんのことが好きな層。9位、せんたろうさん、せんたろうさんのことが好きな層。8位、おにしーさん、おにしーさんのことが好きな層。7位、ぽんたさん、スーパーメイドさん、素敵な時間ありがとういえいえ、こちらこそありがとう。6位ソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きな層。5位ザッキーさん、仕事終わってきたらメイドカフェあった、お待たせひなさんご主人さん待ってましたよいいですね。わーい、4位、あ、4位じゃなかった、5位、日本テータのサガイジループイコール9位さん、コスプレデイで幸せな年末。うわ、よかった、年末、確かに年末だもんね、コスプレ見納めですね今年は。4位、センタロウさん、センタロウさんのことが好きな層。あ、やばい、3位、神戸のドリンさん、神戸のドリンさんのことが好きな層。そして2位、台湾の子さん、台湾の子さんのことが好きな層。そして1位がドロロロパパーン、サマキさんです。5位以内、油断せずに頑張ろう、いろいろ言うけどありがとうな、ありがとうなだよ、こちらこそ、もういろいろ言ってくれる方が助かるので、はい、ということでね、次は猫耳メイドさんで16時35分から45分まで待ってます。ではおつぴよでした、ありがとう、いっぱいカウントとか星抜けとかギフトありがとう。